こんにちは、そこそこまあまあのワートリ考察チャンネルです。今回は新たにボーダーにメガネ派閥が生まれた場合の組織構成について考えていきたいと思います。25巻までの内容でお送りをしていきますので、コメント欄などでもあまり本誌ネタバレがないようにお願いいたします。では早速やっていきましょう。まずボーダーの派閥をおさらいしていきましょう。まあ、ボーダーにはまず本部に木戸派と篠田派の、まあ、大きな派閥が2つあり、まあ、あと玉駒支部が玉駒派ということで、まあ3つの派閥が存在しています。それぞれの派閥の違いとしては、一つは遠征志向ということで、まあ、どちらかというと外向きのスタンスを持っているか、まあ、あるいは防衛志向ということで、まあ、どちらかというと内向きの方なのかみたいなことだったりとか、まあ、あとあるいは、まあ、対ネイバーっていうところのスタンスの違いっていう意味で、まあ、どちらかというと敵視している木戸派に対して仲良くしようとしている玉駒支部みたいな感じのところの、まあ、そういったスタンスの違いで3つの派閥に分かれています。まあ、そんな感じで3つの派閥とはまた違う次元でですね、まあ、メガネに注目をしていくと、また新たな派閥の誕生の鼓動が聞こえてくるということで、メガネ人口を増やすことを目論んでいるメガネ派について考えていきたいと思います。まあ、というのもですね、玉駒支部のオペレーターのしおりちゃんは、まあ、メガネ人口を増やすべくですね、まあ、日々メガネの魅力を体現し、まあ、かつ啓蒙活動をしているということで、まあ、そのですね、野望がついに叶って新たな派閥ができるのではないかということで、その派閥の可能性についてね、考えていきたいと思います。それではまずボーダーのメガネの隊員について見ていきたいと思います。まあ、メンバー的にはまずオペレーターとしてはしおりちゃんとかかとり隊の花さんがいて、まあ、A 級で見ていくと草壁隊のさとみ、片桐隊の片桐、三輪隊の小寺みたいな感じですね。で、あと B 級メガネについては、まあ、主人公であるオッサムとかかとり隊のジャクソン、まあ、それからユバ隊のユバというような面々になってます。こうやって見てみると、ガンナートップ3が全員メガネだっていうことに加えて、まあ、オペレーター陣も、まあ、タイプは違うんですけども、まあ、それぞれが優秀ということで、実はですね、戦力的にはなかなか強力なんじゃないかということが考えられると思います。オペレーターが2人いて戦闘員が6人いるということで、まあ、一応編成上2部隊が可能になるというような、1派閥としてはね、まあ、成立するかなというような規模感で、あと年齢構成については、最年長はユバの19歳なんですけども、まあ、8人中4人がしおりちゃんと同じ17歳ということで、まあ、17歳組がですね、まあ、戦力的にも人数的にもメガネ派閥の中心ということで、さすが宇佐美世代といったところかと思います。ただ難点があるとすると、戦闘員6人中5人が、まあ、ガンナシューターという形になっているので、まあ、ポジションのバランスは非常に悪いということで、まあ、ちょっとアタッカーが欲しいかなみたいなところはありますね。まあ、そんな感じで一人ずつちょっと軽く見ていきたいと思うんですけども、まずしおりちゃんですね。メガネをかけた優しさというね、最近は概念的な存在になっているとも称されている通り、まあ、非常に人格に優れていることがまず特徴的です。まあ、オペレーターの総合値でいくとボーダー全体で2番目ということで、オペレーターの能力にも優れていて、まあ、宇田川や小寺からアンケートにもそのように書かれています。まあ、さらにですね、まあ、メガネのスタンスについても、伊達メガネについても寛容な、まあ、平和的なメガネということで、まあ、まさにですね、このメガネ派閥をまとめるという中では中心的な存在になると言えます。まあ、続いてオッサムですけども、まあ、主人公のメガネということで、メガネ視点で見ていくと、メガネくん、メガネ、メガネボーイという、まあ、メガネだけでも3つのあだ名を持つメガネで、王子隊のアイコンもメガネというメガネです。続いて三輪隊の小寺については、比較的初期から登場している A 級メガネです。地形戦を得意としていて、状況分析だったりとか、まあ、あと閉鎖環境試験だったりとかっていうところで、頭脳明晰さをですね、まあ、メガネをいじくるアクションとともに、まあ、表現しているメガネと言えます。続いてユバ隊のユバについては、まあ、登場20巻以上も見送られた危険な武闘派メガネと言われています。まあ、通常体と戦闘体でメガネのデザインが違うあたりに、まあ、非常にこだわりがあるんじゃないかというようなことを感じさせるメガネです。続いてカトリ隊の2人ですけども、まあ、まずジャクソンですけども、まあ、現在閉鎖環境試験の中では第5の主人公と言っても過言ではないような状況になっているメガネです。まあ、現状正直全くいいところがないと言ってもいいような状況なんですけども、まあ、ヒュースの絡みだったりとか他の隊員のサポートも含めて、まあ、まだね先はあるメガネと言えると思います。続いてカトリ隊のオペレーターの花さんについては、まあ、オッサムの次に唐沢さんが注目をしていて、まあ、小寺も評価している頭脳派メガネです。まあ、実際にランク戦の中でも、まあ、戦術面での指揮に定評があるということを見せつけているということで、まあ、そういった部分での期待値が高いメガネです。まあ、続いて片桐隊の片桐については、まあ、25巻のカバー裏だったりとか、まあ、あとは本編への登場という部分で、まあ、ようやくメガネ感が出てきたガンナー3位の冷静な A 級メガネです。まあ、ようやく遠征選抜試験が始まって、まあ、モブキャラを返上して今後に注目のメガネです。まあ、そして草壁隊の里見ですけども、ガンナーランクトップの安心と実績のメガネと言われています。 A 級4位部隊のエースであるにもかかわらず、全く選ばずいろんな人に感謝をしているという非常に善良なメガネです。
本編の中ではまだあまりメガネ要素が強くは出ていないので、まあ、どういったメガネに対するスタンスを持っているのかということが今後注目されます。そんなメンバーで構成されているメガネ派閥を役職を踏まえた構成で見ていきたいと思います。まあ、まず派閥のトップの総帥の地位には当然のことながらしおりちゃんが君臨をする形になっていて、まあ、それを支える補佐的な役割としての副長としてはゆばがいいかなと思います。で、まあ、そして参謀については唐沢さんからも評価されている花さんが、まあ、その頭脳を遺憾なく生かすという形になっていて、まあ、下っ端的な雑用的な働きとしてはオッサムとジャクソンのメガネコンビが事務局として入るような形がいいかなと思います。まあ、小寺については雷神丸太一を見張る役という形にしていて、で、里見については二宮正隆友の会というような役職が良いかなと思います。で、まあ、あとはモブに片桐で大人の唯一のメガネキャラである林道支部長は顧問という形で、まあ、こんな感じでですね、派閥としては構成できるのではないかなと思います。人数的には9人なので、まあ、玉駒支部よりは少し少ないですけども、まあ、一応派閥としては成立をするボリューム感かなと思います。まあ、ちなみにですね、旧ボーダーではメガネ派閥ができるのかっていうところについてはちょっと一応見ておきたいと思うんですけども、旧ボーダーについては一応メンバーが19人いるんですけども、純粋種のメガネは2人だけということで、まあ、林道支部長と、相馬健吾というキャラクターが、メガネという形になってます。まあ、相馬は見た感じはなんとなく小寺をベースに里見のエッセンスをちょっと入れるような感じなのかなみたいな風にね、見た目上は見えるんですけども、まあ、果たしてね、過去編がまあやるのかどうかっていうところはありますけども、どんなキャラクターだったのかっていうところは気になるなと思います。まあ、こう見ていくとですね、まあ、最初は2人しかいなかったメガネ人口も9人に拡大しているということで、まあ、ボーダーのメガネ人口も増えているんだなというね、まあ、非常にね、感慨深いものもあるかなと思います。まあ、そんな感じでですね、実際に戦闘面の舞台を考えていきたいなと思っているんですが、いかんせんポジションのバランスが悪いので、ちょっとですね、まあ、純粋なメガネとは言えないんですけども、一部ですね、まあ、メガネの亜種というか、まあ、そういったところからの、まあ、支部からのユニットを補強して、戦闘部隊を構成していきたいと思います。ということで、まあ、候補を挙げていきたいと思うんですけども、まあ、まずゴーグル支部というところから見ていくと、まあ、戦闘中に関してはゴーグルをかけているのでイコさんがいるかなと思います。あとミラーグラス支部という観点で見ていくと草壁隊の宇野も該当すると思います。まあ、特に宇野についてはね、メガネ感もちょっとあるかなとは思うので、この2人に関しては時折サポートメンバーとしても勧誘してよいかなと思います。まあ、続いてね、グラスといえば、まあ、グラサン支部のこの人もちょっと見ておこうかなとは思うんですけども、まあ、そんなね、グラサン支部のジンさんについては、まあ、基本的にですね、グラサンの装着頻度がまあ少ないので、まあ、メガネの範疇に入るかっていうところに関してはちょっとどうかなというところですね。まあ、あとはボーダーのパワーバランスだったりとか、まあ、あとは実力派エリートはストーリー上のね、いろいろ展開で暗躍をしなきゃいけなくて忙しいので、まあ、ちょっとですね、まあ、そういった観点からメガネ支部に入れるのは難しいかなと思います。まあ、そしてですね、まあ、やはりゴーグルといえばですね、決して戦闘中は素顔を見せない、まあ、宮田ということで、まあ、しおりちゃんは非常にコンセプト舞台を正当に評価するということが考えられるので、まあ、そういった観点からですね、勧誘をすれば、まあ、宮田も協力をしてくれるのではないかなと思いますが、まあ、宮田をばらしてですね、それぞれの舞台に編成するというのはちょっと野暮なので、まあ、仮に組み込む場合については、まあ、第三舞台として、まあ、宮田が入るというような形が良いのではないかなと思います。まあ、そういった戦力補強も含めて戦闘部隊を2チーム作ってみたいと思います。まあ、メガネ第1、メガネ第2ということで振り分けてみたんですけども、まあ、メガネ第1についてはオッサム、サトミ、ウノ、イコさん、シオリちゃんという形に置いています。で、一方のメガネ第2についてはジャクソン、ユバ、片桐、小寺、花さんというような編成にしてみたいと思います。まずメガネ第一なんですけども、まあ、基本的には玉駒同様に今ダブルエース編成で里見と伊子さんをエースという形で置いていて、オッサムの単独での弱さっていう部分はカバーしつつ、あと宇野自身もですね、まあ、動きながら狙撃が当てられるということで、まあ、単独で比較的早く動ける3枚を使いながらオッサムがいやらしい戦術でフォローしていくというような構成が良いのではないかなと思います。まあ、仮にですね、戦闘の展開が早かったりとかオペ対応がですね、まあ、かなり負荷がかかるような場面だったとしても、まあ、しおりちゃんのオペ力だったらどうにかなるかなということで、まあ、かなりですね、アグレッシブな舞台という感じでいいのではないかなと思います。まあ、続いてメガネ第2については、まあ、基本的にはユバの怠慢力を、まあ、小寺と花さんのコンビが戦術の駒としてうまくコントロールをして、まあ、使っていくというような観点が必要かなと思います。まあ、そういったユバの怠慢力を生かしつつ、まあ、ジャクソンと片桐がフォローしながら他の敵を引きつけていって、まあ、それをですね、まあ、小寺と花さんがうまく地形だったりとか戦術を駆使して相手を殲滅していくみたいなやり方がいいのではないかなと思います。
小寺についてはメガネ第一の方に入れるということも考えたんですが、おそらくですね、しおりちゃんと同じ舞台にすることによって小寺は冷静じゃなくなる可能性があるので、メガネ第一からは外れる形にしています。あとは花さん自身をね、アンケートで一緒に行きたい隊員にも名前を挙げていて、その冷静さを非常に評価しているというところがあるので、うまくこの2人が連携しながら戦術を展開していくというのもね、単純に見てみたいなっていうところもあるので、こういう編成にしてみました。基本的にメガネキャラは先ほど言ったようにシューターとガンナーが多いような構成にはなっているので、まあ、あのオッサムとジャクソンを同じ舞台にしなければ結構いろんな組み合わせは成立するかなと思います。まあ、例えばユバをメガネ第一に入れて、まあ、オッサムがスパイダーとかね、そういう地形のところをうまくこうカバーしながら、まあ、ユバがですね戦いやすい状態を使って、まあ、他の敵は残りの単位で引きつけるみたいなことをね、まあ、オッサムのチームでやっても面白いかなと思いますね。最後、今回のおまけについては、今後ネイバーのメガネが登場するのかということについて考えていきたいと思います。まずですね、現状で異世界メガネが登場していないということで、まあ味方で言えばカルバリア、敵で言ったらまあアフトクラトル、まあ敵から味方っていうところでいくとガロプラみたいな形で、まあいくつかのですね、まあ星が出てきて、まあ人型ネイバーも出てきているんですけども、まあ現状人型ネイバーの中にはメガネがいないということが一つ特徴的です。今出てきているメンツでメガネをかける可能性があるとすると、まあ、可能性としてはガトー・リンタロウがスピンオフで、まあ、中間管理職の仕事をしている流れの中でメガネになるくらいかなということで、まあ、基本的には本編の中での異世界メガネっていうのはかなり登場する確率は現状は低いかなというような状況です。まあ、そこなんでかっていうところを考えていくと、まあ、ネイバフットの科学技術イコールトリオン技術っていうふうに言えるかなとは思うので、まあ、トリオン体の時には基本的に今機能としてメガネはいらないということは一つ言えると思います。まあ、ただですね、生身で目が悪いネイバーもねいてもいいんじゃないかなということで、まあ、例えばですけどもガロプラの読みとかは暗い空間の中でヘルメットをかぶって、まあ、そこでコントローラーガチャガチャやってるんで視力とかね落ちてきたりとかっていうこともね普通にあってもいいんじゃないかなとは思います。仮に異世界メガネが登場するとしたら、まあ、今後期待する展開としては、まあ、例えばですけどもメガネのネイバーが出てきて、まあ、それがですね、まあ、メガネつながりでオッサムやしおりちゃんとの友情が芽生えて共闘するみたいなね、まあ、映画版のドラえもんみたいなパターンだったりとか、まあ、あるいは目が悪いネイバーがいて、まあ、その、ね、ネイバーに、まあ、メガネをあげたらですね、まあ、目が見えるようになって感謝されて、まあ、結果的にそこから協力関係が生まれるだったりとかですね、まあ、何かしらメガネ絡みのエピソードが一つ出てくると個人的には胸熱だなと思います。現状では打ちのめ感はあるんですけども、新たなメガネの出現に期待してみたいと思います。ということで今回の動画については以上になります。またよかったら次の動画でお付き合いください。ではどうもありがとうございました。